僕たちは風早小学校の5年生です。私たちは素直な心、我慢する力を目標に、校庭にあるメタセコイアのように毎日頑張っています。風早といえば何と言っても美容コーヒー、万葉の里にちなんだ万の字がこの山に刻まれています。秋地フェスティバルのある秋には万の字に火が灯されます。皆さんぜひ風早にお越しください。まいて東広島始まるよ。東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、今週は地域包括ケア推進課の森田さんに紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のお知らせは何ですか？はい、今週は認知症講演会についてご案内します。では講演会について詳しく教えてください。はい、認知症は自分自身や身近な人がいつ発症してもおかしくない病気です。認知症について正しい知識と理解があれば安心して生活を続けることができます。認知症講演会を2月24日日曜日に黒瀬障害学習センターイベントホールで開催します。時間は13時30分から15時30分までです。若年性認知症当事者の竹内豊さんを講師にお招きし、ご自身の体験談を交え認知症とともに生きるヒントなど対談形式でご講演いただきます。事前に申し込みは必要ですか？申し込みは必要ありませんので、当日会場へお越しください。お問い合わせは黒瀬地域包括支援センター、電話0823-820203までお願いします。この機会にたくさんの市民の方に参加をしていただきたいですね。ところで森田さん、東広島市では認知症サポーター養成講座を開催していると聞きましたが、この認知症サポーターとはどんな方なんですか？はい、認知症サポーターは何か特別なことをする人ではなく、認知症を正しく理解し認知症の人や家族を温かく見守る応援者です。認知症はいろいろな原因で脳の働きが低下する病気で、早期に発見できれば薬で進行を遅らせることもできます。家族や地域の人が認知症を正しく理解して適切に対応を行うことで、認知症になっても安心して穏やかに生活を続けることができます。認知症サポーターになるにはどうしたらいいんでしょう？60分から90分の認知症サポーター養成講座を開催しています。その講座を受講していただくと認知症サポーターになることができます。どんな方が対象なんですか？市民グループや会社、商店などの職場など様々な方や会社を対象としています。講座はどんな内容で行っているんですか？内容は認知症とはどのような病気なのか、また症状について接し方や気持ちの理解などを DVD を見たり自分で考えながら講義で学びます。会場はご要望に応じますので、地域包括ケア推進課、電話 082-420-0984 まで申し込みをお願いします。受講は無料で、講座を修了した方には認知症を支援するサポーターの目印であるこちらのオレンジリングをお渡しします。認知症について正しく理解してもらい、一人でも多くの方にサポーターになっていただきたいですね。その他何かお知らせはありますか？はい、今年度6回目となる物忘れ相談会を開催します。こちらはどんな内容なんですか？物忘れについて心配のある人やその家族が対象で、精神保健福祉士などの専門家による個別の相談会です。日時は3月8日金曜日の13時30分から15時30分までで、会場は市役所本館2階、会議室204です。相談時間はおよそ50分です。定員は2組で予約が必要です。申し込み締め切りは3月1日金曜日です。申し込みは地域包括支援センター電話 082-430-5330 までお願いします。森田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。